行きます。さあ人数少ないですが3対3ダイレクトシュート、やっここで取り切ってナイスゴール。さあ相手、じゃあキーパーから行きましょう。ダイレクトシュートで1点行きましょう。1対0。さあこれは見事なカットからそのままナイスゴール、1対0ピンクがリード。さあ狭いコートなのでしっかりボールと体を動かして狙っていきたいところ。これはうまくスルスル抜けて、さあパスが打てない、これはパスコースもなく流れていきました。さあキーパーから行きましょう。さあ再開、さあ狭いコートどこを使ってか答えずに預けて縦預ける。さあこれはナイスカット、さあどうだ、これは登録課題、ナイスカット、ナイスカット、ナイスカットです、ナイスカット、サイドボールで行きましょう。さあこれを預けて、さあダイレクトシュートはナイスゴール決まった、ナイスゴール、ピンク2対0。さあしっかりパスワークつないでいかないとダイレクトシュート狙えません。さあどう攻めていくか。さあここをドリブル、これはコントロールミス。さあビン、これはこぼれたのはどうだ、シュート決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあ2対1、ここで追いついてきました。さあピンクは真ん中を使ってパスコースを見極める、じわじわ上がってサイドに預けていきます。さあこっちを預けて、これはナイスブロックです、ナイスブロック。さあこぼれたのはなんとか回収、ピンクチーム。さあ真ん中ドリブル上がって落としはどうだ、これが繋がればといったところ。さあビブナシが回収、さあこの落としは繋がらない。さあボールの入れ替わりが激しくなってく、さあブロック、ナイスブロック、ナイスブロック、これは潜在軸のチャンス、しっかり体を張ってブロックしていったのはピンクチーム、ナイスディフェンスです。さあゴール前転がって、さあシュートは打てない、これは流れていきました。さあラスト3分、ラスト3分でいきます、ラスト3分でいきます。さあこれはじわりじわりとディフェンスをはめていくのはビブナシチーム。さあここで取り切れるか、どうだ。さあしっかり体を入れてサイドボール選択していきます。さあ真ん中で受けて、さあこれはカットしたのはピンクボール。さあダイレクトはこれはパスが繋がらなかった、惜しい。さあ抜けてサイド預けてダイレクトシュート決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあキーパーからいきましょう、アドマス。さあ2対2同点、追いついてきましたビブナシチーム、残りはあと2分、あと2分。さあ浮き球、これはナイスカット、ナイスカット。さあうまくエラシコでかわしてゴール前。さあしかしビブナシ、いやピンクはしっかりとディフェンスと引いております。さあどこを使って攻めていくか、これあくづく、いやこのヒールは決まらなかった、惜しい。しかししっかりとシュートを狙っていきますビブナシチーム。さあドリブル入って、これ触れば、触ったかな、ナイスゴール。これをなんとかギリギリで触ってきました。さあここで3対2ピンクが一歩リードといったところ。さあ残りは1分半、残りは1分半。さあビブナシは同点に追いつけるでしょうか。これはうまくブロックしてナイスカット、これは出てない、これは出てません、これは出ていません。さあうまく、さあゴール前、これはピンクがうまく回収しました。さあ縦は通らずビブナシが回収。さあここは細かいパス。さあ残したぞ、シュートは打てるのか、これは打てない。さあここで狙って、しかしナイスカット、ナイスカット。さあ預けてシュート、いやーこれが決まらなかった、これが決まらない。さあ3対2のまま残りは1分、残りは1分。さあピンクはサイドに預ける、この大きな展開、浮き球どうだ、いやーこれは危ない、これはポストに救われたビブナシチーム。さあ最初預けて、いやーちょっと長い、ちょっと長い、ちょっと長かった。さあさすがにハーフコードゲーム、ボールの行き来が激しくなっております。ラストは30秒、ラストは30秒。さあビブナシが取り切る、この浮き球どうだ、うまくシュートは、これは決まらなかった、惜しい惜しい。さあピンクはここで受けて狙ってくるが、ビブナシが回収。さあドリブル仕掛けていく、クロスはナイスブロック、コーナーでいきましょう。さあ残り時間あとわずか、残り時間あとわずか、3対2のままかな。さあビブナシはここで、さあ糸に預ける、これはナイスカット、しかしまだこぼれてるのはビブナシチーム。さあ
点追いついて終われるのか、このクロス、いやこれはこれは誰ではありませんので、ノーゴールでいきます。さあラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます。ラストワンプレーいきましょう。さあ前を向いて、これはカットはビューチーム、さあうまく入った、ナイスゴール、ナイスゴール、これはギリギリ追いついてきた、ナイスゴールです。さあ打っちゃいの声、開始早々打っちゃいの声、これはナイスカット、ピンク。さあ2試合目、この打、これはナイスカット。さあしかしこれはボールが合わない。さあ1試合目は、3対3同点でした。さあ2試合目、白黒つけていけるのか。さあこれを預けて、ナイスカット、ピンク。さあこれがパスがあって、これはどうだ、シュートはナイスカット、どうだ、これはこれで、これはピンクカット。さあこれは広げていきます。さあ2試合目もダイレクトシュートのみ得点とさせていただきました。行きましょう。さあこれは前線でカットするが、さあパスの出しどころはあるか。さあうまく股を抜くが、これはよく戻っていました、ビブナシチーム。さあ真ん中で受け取って、これはどうだ、これはナイスブロック、これはしっかりとブロックがついていました、ディフェンス、ナイスディフェンスです。さあサイドボールでいきましょう、ありがとうございます。さあピンから預けて、さあ、ま、これはナイスブロック、ピンクボールでいきます。さあこれうまく入って、いやーこれは合わなかった、このボレーシュートは合いませんでした。さあそこをリスタート、しかしこれはこれは折り返したボールでした、これはピンクボールでコーナーでいきましょう。さあこれをサイドに預けて、さあしかしパスがどこだ、ここに転がって、これは危ない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 、オンゴールのピンチ。さあコーナーでピンクボールでいきましょう、預けてシュートは、これもサイド危ない。さあ2試合目は得点がなかなか取っていけない両チーム。さあ真ん中をポストボレー使う、さあどこにパスコースが、しかしこれはピンクカット、浮き球どうだ、シュートし、やっとこれがポスト、しかしナイスゴール決めてきた、このこぼれ決めてきました、ナイスゴールです。さあここでピンクが1対0。さあビブナシは1点追いついていきたいが、遠いサイド、これはこれはこのミス、ボールすぐそこの使いましょうか。さあピンクはここでつないでくる、さあしっかりと寄せていくのはビブナシム。さあこのパスシュートはどうだ、しっかり決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあ2対0、真ん中はボスボレー使います、この浮き球どうだ、しかしカットしてシュート、あーっとこれはブロック間に合わず、これはゴール、3対0。さあ残りは2分、残りは2分。さあビブナシは追いつきたいところ、これ後ろ使ってシュート、しっかり決めてきました、ナイスゴール、これはコース見逃さなかった、ナイスゴール。さあ3対1、まずは1点を取っていきました。さあうまくはめればといったところ、しかしこれが流れて、これはナイスブロック、ナイスブロック、ナイスブロック。さあビブナシは広げていきます、これを後ろを使って、さあパスコースはどうだ、これはブロックに合ってしまいました。さあピンクは広げて縦、これはナイスカット、さああとは決めるだけ、シュート、危ない危ない、しっかりコースも使ってブロックしていきました、ありがとうございます。さあビブナシはここから再開してる、さあどうだ、これを決めてきました、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあ隙を逃さず決めてきました。さあ3対2、3対2、あと1点追いつけていけるか、これはシュートは決めてきた、さあ隙を逃さず決めてきたのはピンクチーム。さあ4対2、さあ残りはラスト1分、ラスト1分。さあトイサイドを使ってこれは落としていきます。さあ広げるボールはこれは出ましたかね、これは出ましたかね、サイドでいきましょう、リンクでいきましょう、ありがとうございます。さあターンしてこれが流れていった、で出ましたね、これは出ましたね、見出しボールでいきます。さあ折り返して、さあしかしこれはトラップしてしまったぞ、これはどうだ、シュートはしっかりブロック、さあこうなっていきましょう、さあしっかりとこいってシュートは、これはしっかりブロック。さあビンクは取り切った、さあこれが流れたか、
いや残った残った残った。さあしかしこれはゴール前を無情に通り過ぎてきます。さあ4対2ラスト残りわずか、残りわずかです。さあここで真ん中、さあナイスカット、さあ丁寧にパスを出して、いやしかしこれはよく戻っていたとビブナチーム。さあ浮き玉ヘディングシュート決めてきた、ナイスゴール。さあラストワンプレー、ラストワンプレーでいきましょう。4対3、さあ1点追いついてきました。さあナイスブロック、もうワンプレーいきましょう、ラストワンプレーいきましょう。さあうまくドリブルかわしていってゴール前、しかしこれはダイレシュートだぞ、ダイレシュートだぞ。さあビームなしがしっかり回収、これごめんなさい、ここは追いつけなかった。おじい、ではいきます。さあ3試合目やっていきましょう。さあここまでピンクが1点、あピンクが1勝、この誰か決めてきた、開始早々決めてきました、ナイスゴール。さあ1勝1引き、このシュートは決めた、これは決めてきました、ロングシュート。さあここまで1勝1引き分け、この対戦浮き玉はこぼれてきました、流れてきました。さあビブなしは1勝したいところ。さあ縦入れて、これは近づいてくるところはしっかりブロック。さあこれはうまくナイスゴール、これはしっかり決めてきました。さあ2対1、さあしかし前線でカットしてこれがつながった、しかしこれはダイレシュートは狙えない、これはどうだ。さあ移動に広げる、さあ残った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 。さあ近いところを預けて縦にボールを出していきます。さあじわりじわりと、これはどうだ、これは狙いすぎました、これは流れていきます。さあピンクはここで受け取って、折り返しはナイスブロック、しっかりカット、ビブナシチーム。さあ縦に預ける、これチョンして、これはいやーこれ打たない、さあ決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあこれで2対2かな、2対2同点に追いついてきました。さあ狙ったがこれはピンクがしっかりキープ。さあ縦にボールを預けて抜けてきた、折り返しは合わなかった、あこれ誰か、これ誰ですね、これ誰じゃない、誰じゃない、危ない危ない、誰じゃない、誰じゃない、危ない危ない、これは危なかった、これはノーゴール、これはノーゴール。ビブナシボールのキーパーからいきましょう、当てます。さあ危ない危ない、これはダイレじゃありませんでした、危ない危ない。さあ2対2のまま、しかしここはピンクがカット、ボールこっちか。さあビブナシは命拾い、さあこれをボール広げていきます。さあ落としてピンクはしっかりとディフェンスを引いていますが、どこをかいくぐっていくか、これはボールコントロールがずれてしまいました。さあサイドからピンクでいきましょう、これは流れました、ボールこっちから出します、はい、はい、さあ2対2同点、1点取っていけるでしょうか。さあ入ったがこれは誰ではない、さあ落としてこれを縦に預ける、さあクロスはどうだ、これはもう一度、いやーもう一度、これは無情にもゴール前に流れていきました、危ない危ない。さあピンクは中央で受ける、これを落としてこれはかわしきれない、さあチョン出してシュートはどうだ、いやどうだ、これは入った、決まった、これはコロコロコロとゴールに吸い込まれていきました。さあここで3対2ビブナシがリード、さあピンクはどうだ、これはナイスブロック。さあビブナシここで受け取ってシザースシュート、あーっとこれがオンゴールになってしまいました、これがオンゴールになってしまった。さあピンクは点を取り返していきたい、残りは1分半、残りは1分半。さあドリブル1個前にクロスは、これはナイスカット、さあ手に運んで落としてシュート、これもブロック間に合わず。さあピンク再開していきます、さあここで点が離れていきました。さあサイド受け取って落としはしっかりカットするが、ダイレでは打てない、浮き玉どうだ、ヘディングは届かなかった、惜しい。さあラスト1分、ラスト1分でいきます、ラスト1分でいきます。さあこの浮き玉ゴール前、これはビブナシが回収していきます。さあ残り時間はラスト1分、ピンクは回収して、しかしダイレでは打てない、ダイレでは打てない。さあここで打ってきたが流れていきます、折り出します。
チャーピンクから再開。ピンクはまずは1点追いついていきたいところ。これはどうだ、落として、しかしビブなしが取り切った。さあダイレでは打てないので預けて、これはこぼれてピンク、さあちょんと出してシュートは決めてきました。ナイスゴール。さあ残り時間あとわずか、ここで1点取り返してきました、ピンクチーム。さあビブなしは低い位置で受けて、さらに広げていきます。さあ3試合目どうなっていくでしょうか。さあピンクはしっかりとブロックをはめているんで、パス構図がなかなか見つからない。これはどうだ、これはしっかりブロック、しっかりブロック。さあこぼれを回収したのはビブナシチーム、落として、これは誰では打たない。さあ広げて落とす。さあなかなかパスコースが見つからない。これは見逃さなかった、ナイスゴール。これで5対5ですね、5対5、同点となっていきました。ラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます、ラストワンプレーでいきます。もうワンプレーでいきましょう、ピンクボールからもうワンプレーでいきましょう。さあラストワンプレーいきましょう。さあピンクはどうだ、これはブロック。さあ落として、さあ白黒つけられるのでしょうか。これはビブナシが回収、落として、いやしかしピンクが回収。さあ真ん中流してシュート決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあチーム返して1戦目やっていきましょう、ナイスカット。さあこれはダイレで打てないか、パスコースあるか、さあこぼして、これは決めきれない、これは決めきれない。さあしかししっかりフォローがあって、パスはカット、さあこぼれてる、ダイレシュート、しっかり決めてきました、ナイスゴール。これはボールを流してしっかり決めてきました、ナイスゴール。さあピンクが1点先制。さあサイドに預けて、これは後ろ使っていきます。さあポストボール、これはかぶって、いやパスは出した、出した、シュートは、しかしここは、ここは落としてシュート決めてきた、ナイスゴール。さあ2対0ピンクが先制しております。ビブナシはまずは1点狙いだと、このシュートは、いやこれは、これは流れてしまいました、惜しい。さあピンクはサイドボールから再開。さあゴール前取られるとちょっとまずいが、これは決まりましたね、これは決まりました、これはカットして押し込んできました。女性は1点ゴールでいきます。さあ2対1、さあまずは1点取り返してきたのはビブナシチーム。さあ低い位置、これを受けて浮き球どうだ、シュートは、これは浮いてしまいました。さあしかしリカバリーあるが、これはビブナシが回収。さあパスは出せるのかどうだ、出してシュートは決めてきました、ナイスゴール。さあ2対2、ここで追いついてきましたビブナシチーム。さあ低い位置でパスを回してシュート、しっかり決めてきた、ナイスゴール。これはシュートコース見逃しませんでした、ナイスゴール。さあここで3対2、ピンクが1点リード、これは流れていきます。3対2ピンクが1点リードしております。さあラストは3分、ラストは3分。さあ浮き球流れて、これはピンクが回収、うまく股を抜いてパスしてシュート、しっかり決めてきました、ナイスゴールです、ナイスゴール。さあここで4対2点差を広げてきたのはピンクチーム。ビブナシはまずは1点ずつ返していきたいところ。サイドをドリブル仕掛けていきます、これは落として、さあ危ない危ない、しっかりしっかりドロップ。さあどうだ、これはピンクのディフェンスがしっかりハマってるように見えるが、うまくなんか切り込んでくる。さあパスは出せるのかどうだ、さあシュートは、いやこれはしっかりミートしない。さあしかしゴール前受け取ってるぞ、さあ落としてシュート、どうだ、ブロックだ、これはブロック、これはブロック。さあ丁寧にパスを出してシュートは決めてきた、ナイスゴール、ナイスゴールです。さあここでまた点差が開いてしまいました、ビブナシチーム。残りは2分、残りは2分。さあこれが流れてピンクがサイドから再開。さあ中央を受けて、これを落とす。さあこれはドリブルスルスル上がってくるが、ビブナシしっかりディフェンスつけております。さあこれをカットできればといったところ、しかしピンクが回収。ヒールはどうだ、これはつながってシュートは、ナイスブロック、ナイスブロック。さあしかし数的不利だが、うまくドリブルでかわしてパスはナイスブロック、ナイスブロック。さあゴール前、ナイスブロック、しっかり止めてきました。ピンク浮き球、これがこぼれた、ピンク
シュートはナイスブロック、しっかりと埋めていきました。ゴールのボール使いましょう、ゴールのボール使いましょう。さあコーナーから再開、さあピンクは3点とリードしております。さあこれをサイド預けて折り返しシュート決めてきました。これが決まりました。さあピンクは着実に連携で点を取っていきます。さあ見ました、ここから再開、残りは1分、残りは1分。さあサイドに預けて、さあ持ち上げてクロスはどうだ、これはどうだ、シュートは、いやこれは大きく外してしまいました、これは大きく外してしまいました。さあ始めているとこれは優しくキープです、これはピンク優しくキープ。さあビブナシは1点追いすぎていきたいところ、ピンクがサイドで受けてボールを回していきます。さあこれは流れてピンクがまだ回収しています。さあビブナシはうまくはめて取りたいところ、しかしこれもピンクにこぼれてシュートしっかり決めてきました。ナイスゴール、ナイスゴールです。じゃあ女性2点にしましょう、女性2ゴールにしましょう。さあ点差がついたので女性2ゴールにしましょう。ここここれは流れてきました。おっと失礼。さあ残り時間はあとわずか、さあうまく外して、インクは真ん中を使う、これをしっかり取り切った。さあうまく、いやこれが合わなかった。さあラストワンプレー、ラストワンプレーでいきます、ラストワンプレーでいきます。さあ近いところを使ってピンクが預ける。さあここで受けてビブナシは取り切って女性にゴールを決めさせたいところ、これはどうだ、しかし依然ピンクがボールをキープしております。ラストプレー、ラストワンプレー、さあこれ預けて、どうだ、うまくうまく、しかしピンクのブロックがある、ここキープしてどうだ、しっかり当たった、ない、触った、触った、じゃあ2ゴールでいきましょう。しかし点差は離れているのでこれはピンクの勝ちですね。では本日もコサルのボニータにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日はちょっと、少ない人数だったんですが、皆さん盛り上がっていただいてありがとうございます。では今日の MVP 発表させていただきます。今日の MVP はこれを決めれば MVP と声がかかった女性のあなたに決定。ナイスゴールでした、ありがとうございます。何か一言ありますか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。